はい、こんにちは、サキトルです。本日はですね、9月の8日ですね、えー、こちら、えー、クリプト投資のですね、公開ネットトラダクションということでお送りをしております。今回、ビットコインの方が1万ドルほぼ、ほどですね、急落をするということになりました。まあ、ちょっとこちらチャートで出してますけれども、えー、ドル建ての方でですね、まあ、5万3000ドルあたりからですね、4万3000ドルあたりまで、まあ、いわゆるフラッシュクラッシュと言ってもいいのかなっていうぐらいのですね、下落をですね、叩くということになりました。 それまでね、結構ビットコインの方は堅調に推移をしてたんですけれども、急遽期限が変わってですね、ブチ切れたみたいな感じの動きをしたわけなんですけれども、まあ、ちょっとですね、この動きの背景にあったことであったりとかっていうのをですね、まあ、こちらの方で 見てていいいいいいくとととううここをやっていきたいなというふうに思います、はい、でこれはあの広野原さんあの自分がたまにライブ配信一緒にやってる方ですけれども今回あのエルサルバトルがですね法廷通貨の方にビットコインを採用するということで、まあ、その国の大統領の方がですね結構プッシュをしてたということがあってほら法廷通貨になったよみたいなことをですねツイートをしてて。 でまあ、お祭り気分で行ってたというのもちょっとあったかもしれないですね。で、それでまあエルサルバドルの方で、そのウォレットを持ってる人にですね、1人30ドル分のビットコイン配るんで、ビットコイン買いますよみたいなことっていうのをですね、まあ、言ってたわけなんですけれども、その辺があった直後にですね、暴落があったということで、で、コインベースだったりとか、ビットフェネクスだったりとかの、そういったですね、取引所の方がですね、もう取引ができなくなっちゃったということで、パニックが加速と、中央管理を必要とする取引所が今回も弱点となった可能性が考えられるということで、っていうのもまあ、 今回はですね、その、まあ、1万ドルぐらいで済んでますけれども、2020年の3月ですね、に起こった、まあ、ビットコインが当時ですね、1万2千ドルぐらいからですね、一気に落ちていって、まあ、新型コロナショックでね、その流動性がなくなって落ちていったタイミングですけれども、この時で3300ドルぐらいまであの、取引所によってはね、下がるということがありました。で、この時もですね、施設取引所のビットメックスっていう取引所があって、ここがですね、取引を停止しちゃったということがあったんですね。で、それでもって、で、値段がどん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 下がっていくもんでですね、で、ここの取引所は、ビットコイン建ての 取引所になるので、まあ、あのビットコインの値段が下がると証拠金のです、ね、値段もあの評価額もどんどん,どんどん下がっていってそれまでだったらその強制決済されないようなポジションでもです、ね、バンバンとされてしまうとその買い手がいなくなってしまってです、ね、例えば他の取引所とネサが出てそこだけ安いっていう風になってもですね今度はそこの取引所にお金を送ろうとしたらビットコインで送らないといけないと、えー、そうなるとですねビットコインがあの当時あのメモリープールっていうかあのハッシュレートもガタ落ちてたんでそれでビットコインがなかなかですね到着しないとあのハッシュレートが落ちるとですねビットコインの採掘のスピードが落ちてしま んで普通だったら10分に1回ぐらいですねそのビットコインのブロックを見つけるのでまあブロックが見つかればですねその送金完了となるんですけれどもその10分がですね1時間とかになってしまうと1時間ほどですねビットコインを送っても取引所にですね着金の確認ができないということでですねお金を送ってもですね取引所に着かないとつかな,いとなると n と s a が広がったですねそのいわゆるまあアービトラージのチャンスというかその最低の機会っていうのもですねその資金が送れないとですね埋めることができないということで本来であれば他の取引所とですね埋める役割をしている プレイヤーたちもです、ね、その埋めようがないということで,です、ね、1人どんどん下がっていっちゃったということがありましたということがなので、まあ、今回と共通しているとしたらやっぱりヒ、ま、ロ、あ、さんが書いてますけれどもこういうことですよねあの中央管理を必要とする取引所が今回も弱点となった可能性があるというのはです、ねまあ、大きにあると思います。 ただね、あの、書いてらっしゃいますけど、エルサルバトルにとっては良かったかもしれないですけどね。あんまりこれで、なんていうんですかね。エルサルバトルがですね、あの、ビットコイン採用するからって言って、どん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 値段が上がっちゃうとですね、エルサルバトルの大統領イケイケになっちゃいますんで、まあ、あんまりイケイケになっていいことはないですよね。イケイケになると、あの、んンと落ちてしまうんで、まあ、今回、国がビットコインを法廷とかにするタイミングで、何らかのですね、ショックがあったっていうのは、まあ、長期的にはですね、それが逆にプラスになるのじゃないのかなというふうには感じる人もいるんじゃないですかね。で、あとはですね、ちょっとまあ、センチメントを悪化させた、 ではですね、ポイントとして でではやっぱり規制ですよね、SEC、ちょっとこれはですね、自分がツイートした内容にはなりますけれども、これですよね、SEC の慎重感であるゲンスラチは暗号通貨のプラットフォームは巨大な制なくして生存できないと9月1日のファイナンシャルタイムズからのインタビューに答えてますというふうに書いたんですけれども、まあ、やっぱり現状リスクがあるとすれば SEC との規制動向になるでしょうという、まあこれ出したのが月曜日なんですけれども、そうですね、まあ、本日水曜日にですね、びっくりするようなことが出てきました。ブライアン・アームストロングさんですね、コインベースさんの創業者になります けれどもこの方がですねツイートしてた内容として、まあ、コインベースの方がですねベートルのレンディングを開始しようと SEC へ連絡したということなんですね、例えばその SE あの se あここの取引所っていうのはですねドルであったりとかっていうのも預け入れができるような状態になってますので,で、預けているドル自体を必要な人に貸し出して、でそれでですね年例えば4%なりですね何なりの金利をつけるというサービスをやろうということで SEC へ連絡したと、で既にまあ、他社さんとかではね普通にレンディングだったりとかやっているので、同じような形で始めようとしたと。 ところがですね、SEC から帰ってきた答えとしては、レンディングが証券に当たるとの返答が来たということで、ただまあ、ちょっと待って、証券って何がどう、どこどの辺が証券なんですか、なんか悪いところがあれば直すからっていうふうに、えー、具体的に教えてくださいみたいなことを言ってもですね、具体的にここがダメっていうイメージがないと。であとはまあ、コインベースさんの代表が、今日、今日昨日ではないですけれども、以前にですね、その大、ワシントンに訪問した際も、議員さんとかです、とはですね、あったんですけれども、SEC さんの方はですね、まあ、面会を申し込んでも全部拒絶されたということで、唯一会えなかったというようなこと があったそうでですね、まあ、結局、ブライアン氏がブチギレしてですねあの長めのツイートを投下したということがありました。とは言っても、ですねこの辺というのは結局、あ後から出てきた話なんですよね。 やっぱりしっかりした説明をされていらっしゃった、このサムさんの説明だったのかなというふうに思います。まあ、ツイートのオリジナル、リンク貼っておきますので、ご興味のある方ね、見ていただいたらと思いますけれども、ちょっとね、この方が書かれたツイートっていうのをご紹介しておきたいと思います。あのこれは役に立つツイートだと思います。基本クリプト通信でですね、受講生の方に毎回分析しているのも、これとほぼ似たようなことをですねずっと繰り返し巻き返しちゃってるということなんですけれども、今回のですね、ビットコインの5万ドルを超えて5万1000、5万2000に行った段階で何が起こってたかっていうと、先 そのプレミアムが上昇しててたってことですねつまりその現物よりもデリバティブの値段の方が高くなる度合いっていうのがですね結構強くなってたってことですねでそれとともに先物の,の取り組み高の上昇とつまりその未決済残高が増えていったっていうことで、まあ、現物を買うっていうよりもそのデリバティブのポジションをみんながですねロゴバシバシ積みながら値段が上がっていってたっていうことを言ってますねでそれによって価格が上昇していたで価格が上昇するってことはどういうことかっていうと事実その売り手よりも買い手の方が多いということですね この買い手の質としてはどういった買い手なのかというと現物を買って長期的に保管しようという買い手というよりは短期的にですねその値幅を取ろうというデリバティブの参加者ですよねそのつまりロングをバシバシ積んでいってもっと上がるだろうということで高値からさらに高値を追うというふうなポジションを積んでいたプレイヤーであったというようなことがまあここから見て取れるということですよね。 でここで書かれてたのは、まああの、毎回同じことが起こるということですね、理由が違ったとしてもと、それが例えば、まあ、今回のエルサルバトルかもしれないし、中国の規制の問題かもしれないし、イーロン・マスクからの化学材料かもしれないし、もしくは材料はないかもしれないと。ただ結局、まあ、そういうふういふに 後から振り返って材料がどうだったっていうのは非常に簡単なんだけれども結局のところこれはこういったことっていうのは毎回起こるとでその起こることっていうのは最初はゆっくりと始まって最後は強制決済で流れのようにドーンと下がるっていう風なことをねおっしゃってますね強制決済が入るまではですねゆっくり入る強制決済っていうのはつまり自分が持っているポジションがですねその証拠金あの値段が下がってくると証拠金がですね全部不定してしまうのでで不定してしまうともうそのポジションっていうのは強制決済される反対売買されるしかないってことですねつまりそのロングを ている人であれば証拠金がなくなれば自動的に取引所の方がそのポジションを決済するために売りのオーダーを出してそれで持ってですね決済するとその売りのオーダーっていうのがなだれのように重なるということでみんなが売らざるを得ない状況になってしまうので買い手よりもですね売り手の方が圧倒的になって流れのように崩れるとまあそういったことをねあの申し上げてあの言ってるんですけれどもまあなのでそういった強制決済が始まるまではゆっくりなんだけれども入り始めたら一気に加速するとでこれは毎回時計のように正確にっていうねジャストあクロックワークって言って ますけれれどもう非常にに正確に毎回同じここことととが起こるということをを、ねえー、お話をされていま,すまあなので今回の下落に関してエルサルバドルであったりとか取引所の停止っていうのはもちろん要素としてはあったにしてもその前にデリバティブの,、えー、その実需ではない買いの方が積まれていたというところがですねやっぱり背景にあって それが逆流をしたことですね、一番その理性的な説明なのかなというところでですね、ちょっとご紹介をさせていただきました。ということでですね、ここ、クリプト通信の本編の方では、ああ今出た材料をですねもう少し深掘りするというところから、今回の,とあのビットコインが今現状でどういう状況で、どういったことが将来的に考えられるのか、いくつかのシナリオを出すということをねやってみるんですけれども、ああ一連のニュースはバラバラに見えるんですけれども、実は根っこの部分ではつながってますということでで、え、ー さっきも言いましたけど、エルサバルバトルだったりとか、今回の内部動向ですよね。っていうのも全部繋がってると。で、もっと言うと、それを時間軸にまとめていってやるとですね、まあやっぱりもっとですね、有機的に見えてくるというか、こう全体像がですね、こうカチッと 3D のようにですね、こう見えてくるっていうのがありましてですね。まあなのでちょっと本編ではですね、最初にやるのこれなんですけどね、まあ出していただいてるこのデータだったりとかっていうのも、実はものすごい、あの、示唆に富んでいて、これを少し深掘りしてやるだけでですね、まあどこの数字をどう見てやって、 たら次の動きがですね、まあ予測できるとまでは言いませんけれども、自分が持とうとしてるですねポジションが果たしてどっち側なのかということですね。まあ、その辺ぐらいまではですねあの最低限わかるというふうなところがありますので、それはですねちょっとあの続きの講義の一発目にやろうと思ってます。ある意味トレードっていうかある意味その投資だったりとかっていうのは間違って た人をどういうふうに見つけるかっていう部分も、まあ、やっぱあるのも事実なんでね、はい、どういった人が間違いやすい傾向があって、どういった人が正しい傾向があって、で、そのプレイヤーたちがどういう風な力関係で動いてるかっていうふうなところをですね、まあ、あの、ビットコインに関していくと、これはもうリアルタイムで追うことができますんで、はい、あの、他のコモディティとかだとね、なかなか1日1回ぐらいしかデータが出ないやつでもですね、もうリアルタイムで出てきますんで、その辺をですね、追っていくっていうことは、もうこれは誰でも、誰でもできるというか、やり方さえわかれば、あの、無料でできるんで、はい、そういったところをですね、 ちょっとクリプトのののの続編の方方ででやっていいこうと思いますのでご興味のあるはい、ということでですね、ビットコインの方がちょっと1万ドルほど下落をするということがあったんですけれども、それに関するですね、ちょっと前兆がどういったものであったのかというところ、あとはそれを加速させた要因、そしてセンチメントを悪化させたポイントとですね、最後はですね、まあそうは言うもののですね、内部であった流れっていうのは毎回実は繰り返してますよと、そういったところをですね、ちょっと今回の動画でやらせていただきます はい、えー、ということでですね、また今週も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。では失礼します。